皆さん、はじめまして。ジャパンルネサンスにようこそ。本チャンネルは、日本文化再興を目的とした放送番組です。本編は、戦前行われていた終身の解説です。日下昭人氏は、その著書、戦前の教科書で次のように述べています。大正の時代の人が、今また教科書を作ったとしたら、外国との比較よりももっと日本ならではの心を育てることにページを割くに違いない。日本ならではの心といえば、冒頭に述べた思いやりやいたわり合う心、そして議論や自己犠牲、わびさびなど挙げればきりがないが、ここで大切にしたいのは徳を持つことである。これは戦前の多くの健全だった国民と同じく、今も日本人は失わずに持っている。人間社会には徳というものがあって、これがあると全体がうまく機能する。日本人はこれが分かっている。アメリカ人や中国人には分からない。その違いが文化というものである。とはいえ、日本人として生まれてきても教えてやらなければ分からない。し、身につかない。その手段の一つが教科書なのだ。師上位が揃っていることが徳の必要条件になる。徳を教えるなら道徳という教科でやればいいというのは、物事の構成要素を分解して理解すればいいとする要素還元主義であって、もはや古典的な西洋的進歩来産思想だ。国語という教科の意味をよく考えていただきたいと思う。師上位がバランスよくたくさん詰まっていた昔の教科書を今改めて紐解いて、真剣に議論するべき時期が来ていると思う。戦後、日本に乗り込んだ GHQ は、日本が明治維新後永遠と築いてきた教育制度を内容も理解せず時代遅れ、全体主義的といったスタンスで破壊した。いや、日本文化破壊が目的であったから、民主化の偽名のもと、米国流の教育システムに作り変えた。敗戦国に乗り込んでこんなことをするのは野蛮国である。しかし、その後、周到な計画によって、日本の教育はそのまま立ち直れない。終身など、まず一番初めに否定され、廃止されたのである。では、日本のモラル形成に大きな役割を果たした終身とは、どんなものであったのか、解説していきたいと思います。画面に、低学年用の内容を示します。1年生では、最初に学ぶ大事なこと、祖国を大切にしよう、思いやりを持とう。2年生では、家族を大切にしよう、礼儀を守ろう、強くなろう、ありがたいお言葉、我慢強くなろう。3年生では、皇后陛下の優しさ、真心を尽くそう、落ち着いて行動しよう、歴史を知ろう、謙虚になろう、健康を大切にしよう、中江東寿と毛利元就。そして最後に教育直後が含まれています。次は高学年用の内容です。まず第一に、我が国については、我が国、皇太新宮、中君愛国、国旗、祝日、大祭日、靖国神社、憲法、挙国一致、国運の発展、国交、良い日本人。2番目に公務の務め、礼儀、良心、公務の務め、公益、博愛、人の名誉を重んぜよ、国民の務め、男子の務めと女子の務め、法令を重んぜよ。3番目に、祖先と家、高校、祖先と家、兄弟、主婦の務め、慈善。4番目が、勤勉、勤務、勉学、勇気、勤務、古風、勤勉、姉妹、法有、教育。そして最後が自立自衛。その中には、自立自衛、国旗、志を固くせよ、忍耐、倹約、産業を起こせ、賃油、自信といったテーマが取り上げられています。次によく問題となる教育勅語を読んでみましょう。陳思うに、我が高祖高祖、国を始むこと、公園に、徳を立つること、信仰なり。我が臣民、よく忠に、よく公に、億長、心をいつにして、よよその美をなせるは、これ、我が国体の成果にして、
教育の延源また実にここに存す。汝、臣民、父母に公に、敬帝に共に、夫婦愛和し、王友愛信じ、教権己を辞し、博愛周に及ぼし、学を治め、行を習い、もって知能を啓発し、徳を成就し、進んで公益を広め、政務を開き、常に国権を重んじ、国法に従い、一旦緩急あれば義勇公に奉じ、もって天上無休の幸運を付与すべし。格のごときは、一人賃が中領の臣民たるのみならず、またもって何時臣民の威風を検証するに足らん。この道は実に我が高祖高僧の遺訓にして、子孫臣民の共に遵守すべきところ、これを古今に通じて誤らず、これを中外に施してもとらず、親男児臣民と共に献献服用して、皆その徳をいつにせんことを恋い願う。明治23年10月30日、御名御事。この画面に教育長官の英訳を示します。天皇を長とする立憲国家、それが日本と考えれば、教育長官に書いてあることは、現代でも国民の教育方針として十分に通じるものではないでしょうか。民主国家では、国民が愚民化すれば、中宮政治に陥り、戦前のドイツのように全体主義化する。むしろ、イギリスのような君主制の方が国はうまく回るのではないか。君主と議会の緊張状態の中で国を運営する。終戦直後のように軍部の暴走を止めたのは天皇ではなかったでしょうか。民主制が果たして君主制を上回る政治制度かどうかは疑問です。戦後政治のだらしなさ、極悪非道の外国勢力を見るに、そろそろ国体についてもう一度考え直す時が来ていると思います。伝授したごとく、日本は天皇を国主として仰ぐ、世界に比類なき2700年の歴史を誇る国であることを、我々日本人は忘れてはなりません。ではまた、会う日まで、会える日まで。さようなら。戦前は、尋常小学校で徹底的に特育教育をして、まっとうな人生が送れるよう教育をした。だからこそ今の日本があるのです。戦後、GHQ、ニューディーラーたちによる特育の破壊は、むごいとしか言いようがありません。すぐにでもこれを改革せねば、日本は後進国レベルのモラルの国に堕落してしまうに違いありません。皆さん、もう一度戦前の教科書を手に取ってよく読んでみてください。では、また会う日まで、また会える日まで。